今回はまだ登場することが確定したわけではないんだけど、今シーズン中に来るんじゃねって言われてる、武器だったり無料報酬、コラボだったり、新しいやつだったりね、いろいろ噂されてんのがあるから、それらを紹介していこうかなって思います。一番最初は、今シーズン、とある3つのアイテムが無料報酬としてゲットできるようになるんじゃないかっていう噂がある。それが、この3つのアイテムになってる。これっていうのが、ジェリー関係のアイテムになってるみたい。グライダーに、バックに武器ラップ。これらっていうのが、今シーズン中にリブートラリーっていうのが開催されて、そこでゲットできる無料報酬になるんじゃないかって風にリークされてんね。もしかしたら、別のね、ジェリースキンっていうのが登場して、そこで使われる可能性もあるんだけど、今のところ言ったら、リブートラリーの無料報酬としてゲットできる可能性があるっぽい。これが無料だったらめちゃめちゃいいよな。次は、今後ね、とあるアイテムが無料報酬になって、その返金で V バックスがゲットできる可能性があるね。今回のやつでは登場しなかったんだけど、今後ね、この BGM っていうのがジャムトラックになるって風に言われてるんよ。そして、この BGM がね、バトルパスの無料のジャムトラックとして登場するって風にリークされてる。実際に無料で登場した場合っていうのは、この BGM をもともと買ってたプレイヤーに V-Bucks の返金っていうのがあるんよね。そういうことで、もしかしたら今後、この BGM を持ってるプレイヤーに V-Bucks の返金がある可能性があるね。ちなみに、リークによると、将来的にフェスティバルパスの一部になる可能性があるってだけで、来シーズン、そのまた次のシーズン、まだ全然可能性はあるっぽい。そしてね、次は、もしかしたら今回のアップデートで、チャプター1の武器が返ってくるかもしんないね。ポンプショットガン、アサルト、サブマシンガン、ピストルとかが。なんで返ってくるかっていうと、今回のアップデートで、新モード、リロードっていうモードが来るみたいなよね。これっていうのが面白いモードになってて、チャプター1のマップでプレイすることのできるモードになってるんよ。そして、このね、リロードっていうモードのね、サムネイルがこれになってる。ポンプショットガン、ピストル、アサルト、サブマシンガンが映り込んでるよね。そして、チャプター1の頃のマップで遊べるっていうところ。そういうところから、このチャプター1の頃に登場した武器たちが帰ってくるんじゃないかって風に言われてる。もしかしたら武器だけじゃなくてね、トラップとかもあるかもしんないね。これね、マジで楽しみ。もしかしたら、チャプター1の頃の武器たちが帰ってくるかも。次はね、今シーズン中に登場するんじゃねって噂があったんだけど、多分登場することはない武器っていうのがある。フォートナイトって、今シーズンのトレーラー映像が公開される前に、フォールアウトの部分っていうのだけが公開されたよね。こっからいろんな武器だったりが予想されてて、今後登場予定のミニガンだったりが映り込んでると思うんだけど、この中の、このスタイルのやつっていうのが、多分、爆発するブームボンみたいなやつ持ってんじゃん。これっていうのが、火炎放射器なんじゃないかって風に言われてた。今現在トレーラー見れば、全く違う武器っていうのが分かったと思うんだけど、前まではこれが火炎放射器なんじゃねって風に言われてたね。昔、フォートナイトって火炎放射器みたいな武器を作ってて、結局登場しなかったんよ。だから今回来るかって言われてたんやけど、今回も来なかったね。次はね、コラボレーション系になってんね。一つ目が、これ4チャンで公開されてたやつになってんだけど、もしかしたら、今月中にね、とある人気作品とコラボするかもしれない。それが、ソニックになってんね。4チャンでね、今月中にソニックとコラボするって風に言われてる。これがもし本物なら、今回のアップデートで来るはず。この投稿では、ソニックのバックアクセサリーが登場するって風に言われてんね。今回のアップデートに来たら本物かもね。そして、他に言われてる系のやつで言ったら、世界を救えが今後終了する。だったり、ドラゴンボールから、トランクス、18号、魔人ブー、ブロリー、ゴジータ、そしてベジット、これらが登場するとかね、結構すごいリークがされてた。まあ、今回ソニックが登場したら、それらも登場するかも。そしてね、次のコラボっていうのが、フナフになってんね。まず、フナフっていうのが今年で多分10周年になってるみたい。それで、それを記念してね、イベントっていうのを8月の1日から8月の8日まで毎日行うみたいだね。その中の8月6日っていうのが、何かとの作品のコラボレーションっていうのがあるみたいだね。この8月8日っていうのがちょうどね、フォートナイトのアップデートの日なんよ。何かとコラボする。そしてアップデートの日が同じってことで、もしかしたらこの8月6日にフォートナイトとフナフがコラボするんじゃないかって風に言われてる。まあフナフのコラボ自体結構前から噂があったよね。運営もそれっぽい動画とかも出してたし、あとはエモートとかもあったりしたからね。ついに今年中8月からフナフとコラボが行われるかもしんないね。次は今シーズン中に登場するんじゃないかって言われてるコラボスキンがあった。それがドラゴンボールからトランクスになってんね。まず最近トランクスの再販っていうのがあったんだけど、めちゃめちゃね、ドラゴンボールのアイテムっていうのが一気に再販されたんよ。まあもちろん一気に来るっていうことは、めちゃめちゃさ、ドラゴンボール関係のタグが多いじゃん。その中の一つにトランクスが含まれてるんじゃないかって言われてた。実際にフォートナイトにトランクスがやってくるっていうリークがあった。そういうところから来るんじゃないかって言われてんだけど、今現在まで、まだトランクスはやってきてないね。いずれやってくって思うんだけど、今シーズン中に来るんかな。最後はバトルロイヤルにとある乗り物が来るって風に言われてた。それが蒸気機関車になってんね。フォートナイトって最近ロードマップが全て的中してるんよ。そのロードマップに蒸気機関車だと思われるものが映り込んでるよね。そういうところから今シーズン蒸気機関車が来るんじゃねって言われてたんだけど、今現在まず登場してないよね。なんなら電車すら動いてないっていう。まあけどもう明らか蒸気機関車やん。いずれね、フォートナイトにやってくるんかな、今シーズンの後半とか。まあこれは可能性高そうだけど、蒸気機関車が来るんじゃねって風には言われてるね。まあ今回はこんな感じだね。まあ、実際に紹介したやつ、いくつ来るだろうね。個人的には、チャプター1のさ、マップができる、フォートナイトリロード。これマジで楽しみ。あとは、フナフのコラボと、ドラゴンボールのスキンね。マジで来てほしいな。